変な話、仕事取るかな、打感はしっかりしてるイメージある。伝説の熊打ち演出からいたな。あ、違うか。あ、予兆ステージにいろいろあるんだね。ちょっと暑いのかな。予兆ステージに暑い予兆ステージあるかもしれない、まあ、これ簡単に言うと前兆です。いつもと違う予兆ステージだ。なんかしっかり作ってるか、変な話ね、変な話じゃないけど、うん、なんかスムーズだな。液晶とか、液晶の演出とか、出目とか、かスムーズ結構。なんか悪くねえな。だなかなかリプレイ引けないのが、ちょっとあれだな。魂。頼せ。信頼度とか出ねえんだ。お、赤いチャンスアップ。なんか犬、犬見てる。犬が見てる。あ、大神か。来た。犬。来い。お、来た。おお、シャドさ。221ピュー。ピューってかピーにするわ。赤。よし。でこっからだね。すごい見てた。すごいこっち見てる。じゃあ行きましょう。行きます。さっきね、あの隣の台がこの青じゃん、これが赤だったから、このレバーでなんかあんだろうけど、もう決まってるかもしれない。いきます。さっき喋んなかったから、喋ったら多分ビッグ買ってとかだ。おお、さっき喋ったんだよな、ボイスで。オッケーオッケー。決戦ボーナス。おっと、レイヤークいきなり追加か。ああ、なんここで何引きゃいいんだろうね、ちょっと分かんねえな。で30ゲームだから、ボビッグだったら120枚。まだレギュラーは1回も引いてないです。あ、次の公約で決まった。嘘、でも赤の、え、チェリーだったよ。チェリーはスイカだったよ。レイヤークあのレバーをね、あ、レイヤークいたからビッグだったんだ。なるほどね。チャンス目。ここの抽選なんなん？違うのかな。さあ、ボーナス1ゲーム目、10枚以外役。あ、じゃあ3枚でも抽選してた。なるほどね。 AT 抽選一応してるんだ。追加引いたからビッグだった。なるほどね。インチキ、いやまだ分かんない、うん、まあ分からんよ、その辺はこれからだよ。さあ、まあ、まずギジボで、ただビッグ引けば純度4枚なんで、まあ、大体130枚ぐらい取れます。120から。あ、ここのレイク無駄なんだ。無駄とはないか。そう、マンウィズ。マンウィズってなんだ。信頼なのにね、詳しいね、本当ありがたい。じゃあここのレイク、まあ終わってからのこの決戦チャンスだね。ここでレイクリプレイ引くのが大事。ただリプレイ引けねえんだよな。そう、うるせえね、入ってないんだよね、うるせえやつら。歌詞か、ああなるほどね、歌詞なんだ。大体135枚ぐらい、ちょっと枚数多いね、 4.5 枚だから。さあ行きましょう。チェリー行けば確定。子役を引いていくと、何でもいいから。おお、ベル引いた。で青で黄色までは行ったんだよな、ベル引いて。とりあえず子役引こう。レイヤークはチェリー。
そう、6でも AT かけて重いのよ、この台引けねえんだよな。これリプレイ。でもここでチェリー引いちゃうよ、高くて回ったな。リプレイか、これ信用で、ここでリプレイ引いてほしい。リプレイはレイヤーでチャンスだから。おし、引いた。どうなん、あ、行かねえんだ、カットイン、あの抽選だっか。さ、行かねえんだよな。おお、おお、緑いった。赤まで行ってほしいな。期待で 50% オーバーで書いてある。頼むよ、本当お願いします。さあ、セブンシーさんおはようございます。おはよう、いらっしゃい、ありがとうね。セブンシーさんおはよう、いらっしゃい、スーパーチャット感謝です、ありがとう。お、子役だな。え、違うのか、まだ続いてる。赤い、あ、スイカは、お、あ、いった、行きましたね。期待度マックス、ということは AT です。はい、AT 入りましたね。よかった、富士見って書いてある。本当は富士見、ちょっとゆっくり見ていきましょうか。おお、切り札なった。じゃあ、おはよう、ちょうどいいとこ、ありがとう、ありがとうございます、おめでとう、ありがとう。行きましょうか。ウエンカムイ、クマを倒せ。まあ演出ちょっとゆっくり見させてもらう。 AT 重いから、よかったわ、早めに入ったわ。なるほど、ああいうの赤いのがチャンスアッパーですんだね。この赤いのも多分チャンスアッパー。なんか動くね、ぬるぬる動くね。赤、これもカットインもチャンスアッパーっていう感じだね。早くてよかった、すごいね。まあ AT が重いからね。いきます。なるほどね、こういう感じと。いやー、当たりました。いや気持ちいい、下パネまでちょっとするからね、シューンって。さあ行きましょう、勝利。なるほど、行きましょう、ウェンカムイに勝利と。おっと、ここなんか抽選してるのか。